のが最後の曲だ。今度はワンマンで会おうぜ。3曲だけだったけど盛り上がってよかったのです。今日のネオ様も素敵でした。3曲も聴けるなんて寿命が3年伸びます。ま、短くてよかった。日本から帰ってすぐライブなんてだるくて仕方ね。普通だったらお断りだ。お世話になってるスポンサーさんのイベントなのです。ビジネスだから仕方ありませんよ。 うるせえ。んなこと分かってんだよ。とにかくこれで1週間のオフに突入だ。マネージャーにも絶対仕事入れるなって言っとけよ。ゆっくり休ませてもらうからな。なんだよ、仕事はきっちりしたぜ。私は疲れてんだけど。何かあったのです？めんどくせえな。なんでそんな雑魚な相手しなきゃいけねえんだよ。雑魚って言いますけど、アフターオールさんは元ユニットランキング全米1位ですよ。あたしらがデビュー前の1位なんて何の価値もないんだよ。アフターオール VS アビスメア、元1位対現1位。イベントとしては盛り上がりそうなのです。ネオ様、どうします？気分じゃない。通りにぶっ潰してやろうぜ。安い挑発なのです。単細胞のベロニカにはわからないみたいですが。ああ、それが挑発だってことくれ。私にもわかるぞ、エルシー。勝負を受けると伝えてくれ。ネオ様が挑発に乗るなんて、どういう風の吹き回し？1234で私たちの勝ちなのです。わざわざ A ウェーブの数字を出さなくてもお客さんの盛り上がりを見れば分かりますが。ルイさん、にしたってネオもネオだぜ。わざわざアフターオールの曲をやることなかっただろう。ネオ、自分の曲で負けた屈辱でプルプル震えちゃってるぜ。瞬殺されといて偉そうだな。つーかそいつ自身は今どうしてんだよ。昔の人間引っ張り出して何の意味があるんだ。あんたらとしのぎを削ってたレベルならたかが知れてんだろ。歌姫アリアは紛れもないレジェンドなのです。ライバルを自称するユニットがたくさん出るほどには。レジェンドでも何でも連れてこいよ。私らがぶっ倒して新しい時代作ってやるよ。なあネオ。ネオ様ならもういないのです。さっき一人でステージを降りてしまったのです。はあ、どういうことだよ。本当に勝手だな。
私も失礼する。世界一の歌姫は私だ。ライブのステージを先に降りたネオ様はそのまま姿を消してしまいました。マネージャーさんもネオ様の居場所はわからないそうです。電話にも出ないみたいで。ネオ様、私を残してどこに行ってしまったのですか。別にいいじゃねえか、せっかくのオフなんだから好きにさせてやれよ。私も羽を伸ばさせてもらうぜ。それはそうなのですが、この前のライブのネオ様、少しいつもと違った気がして。ああ、そうだったか。いつもと同じだったぞ。そんなことないです。普段よりも2ミリくらい口角が下がってました。そんなのお前しかわかんねえよ。アフターオールに挑発されて腹が立ったんじゃねえの。それは違います。怒っていたのなら口角が3ミリ下がるはず。あれは何か別の感情、心配です。それにしても口角が2ミリ下がったネオ様も素敵でした。どこか張り詰めた空気もかっこよくてゾクゾクしちゃいました。完全にネオ様のストーカー状態。むしろソフィアが心配なのです。ネオ様のあんな表情初めて見ました。せめて一目お会いしてネオ様が無事なことを確かめたい。ネオ様に万が一があってはいけませんから。確かにそれはそうなのです。エルシーの野望のためにネオ様は最重要。ちょっとだけ気になるのです。ネオ様がオフに行きそうなところは、ネオ様が好きなものといえば、はあ、チェス。前に暇つぶしで対戦させていただいた時は一つも駒を取れませんでした。逆に私の駒はキングを残して全部取られてしまって、はあ、蹂躙されてしまいました。なんで嬉しそうなんだよお前は。端的に気持ち悪い。確かこの近くにボードゲームカフェなるものがあったはず。人の多いところは嫌いですが、ネオ様のためならやむを得ませんね。エルシーさん、ベロニカさん、私ちょっと出かけてきます。トラブルが起きるに一票。珍しく同意だ。ここがボードゲームカフェ。なんだか一元さんお断りの雰囲気ですね。いえ、別に。すみません、すみません、なんでもないんです。さよなら。私にしてはうまく話せましたね。何の情報も得られませんでしたが。あ、でも店員さんがドアを開けたおかげで店内の様子をちらりと見ることはできました。残念ながらネオ様の姿はなかった。
的に私が悪いです。道を歩いてすみません。土下座します。財布はこちらです。これキャッシュカードです。暗証番号は0612。ネオ様の誕生日です。ソフィア、いい加減にしなさいなのです。ニューヨークでこんな古典的な詐欺に引っかかるなんて、見てるこっちが恥ずかしいのです。すみません。古典的詐欺に引っかかって、すみません。詐欺、そしてエルシーさん。ソフィア、これは有名な詐欺なのです。紙袋の中の瓶はもともと割れてるのです。見てください、この人たちの身なりを。高級なワインを飲みそうになんて見えないのです。じゃあその割れたボトルのワインの銘柄は？ラベルを読んでみてほしいのです。ねえソフィア、自分を恥じるべきなのです。こんなレベルの低い人に引っかかるなんて。ワインのこと以外に何も知らないのですね。ステージ上と全然違うソフィアはともかく、エルシーのことも知らないなんて呆れるのです。エルシーさんを怒らせる前にやめた方が。エルシーは怒ってなどいないのです。そう、決して。争いは同レベルの間でしか起きえないのです。ああ、これはもう。だからこれは喧嘩を買っているとかそういうのではなく、大事な大事な仲間であるソフィアにくだらない詐欺を仕掛けた罰を下すだけ。お前たち来なさい。エルシーは当然怒ってなどいないのですが、この町で勝手なことをするとどうなるか、体でお勉強してもらう必要があるのです。そうね、この子たち初心者みたいだから、ちゃんと治るところにしてあげるのです。あの、ちゃんと前を見てなかった私も悪いので、勘弁してあげられないでしょうか。まったく、かもってきた人間相手にお情けですか。ソフィアは甘いのです。褒めてません。アビスメアはまだデビューしてから半年も経っていません。ランキング上では1位でも完全に世間に浸透しているわけではない。だから舐められたら終わりなのです。エルシーはネオ様の波動についていくと決めました。そのためなら何でもするのです。なのにあんな往来で、なんと情けない。それでもアビスメアの DJ なのですか。自覚あります。怒りたくもなります。どうしてテンはこんなのに DJ の才能を与えてしまったのか。こんなのってひどいです。喜んでますよね。すみません、すみません。でも怒ってくれるってことは、私のこと対等って認めてくれてるってことですよね。それにさっきも大事な仲間って。はあ、まっ
く。アビスメアの DJ がキャッシュカードまで差し出してワイン醸造所ごと弁償するつもりですか？ごめんなさい。でも助かりました。それでエルシーさんはどうしてここに？もしかして私を心配して？それは万に一つもありえないのです。念のためにネオ様を探しに来ただけなのです。ソフィアを探すよりエルシーが部下と探した方がずっと効率がいいですから。ネオ様はエルシーの野望の要、万が一も許されないのです。心強いです。すみませんすみません、使えないコミションで。ボードゲームカフェにはいなかったのですよね。他に心当たりは？私のネオ様がオフになったらしてほしいことリストによると、ネオ様のしたいことじゃなくてソフィアがしてほしいことは何の参考にもならないのです。だってネオ様は自分のしたいことなんてお話ししてくれないですし、趣味といってもチェス以外は。手がかりなしなのです。何かヒントがあればいいんだけど。そのカラオケ大会どこでやってるのです？教えてほしいのです。ここがカラオケ大会の会場。なんだかすごく盛り上がってますね。ステージも見えないくらい人。ああめまいか。これはもしかしたらもしかするのです。歌声が聞けたらすぐにわかるのですが、残念ながらもう出番は終わりみたいです。私が最強！楽勝楽勝！いいか？観客ども覚えとけ！今はネオがアビスメアのメインボーカルだが、いずれ私が倒してやるんだ！なーにやってんですか！あの単細胞バカ！ソフィアさん、行きますよ！どこに？じゃねえか。何勝手に舞台に上がってきてんだよ。そっちこそ何勝手に歌ってるのです。アビスメアのメンバーが街のカラオケ大会ってイメージ崩れるのです。はあ、私が何しようが私の勝手だろ。その程度で崩れるならその程度のイメージってもんだ。へりくつをこねない。どんなものであれ勝手なイベント出演は禁ずると契約書にも書いてあるのです。あなたは黙っててほしいのです。お前は黙ってろ。まだキャラ切り替えてないのにステージに上がっちゃった。
ずい、まずい。私はクール、私はクール。二人とも、続きは舞台裏でしましょうか。失礼。ったく、なんだよお前ら、急に来てイチャモンかよ。いいですか、アビスメアのイメージは最強かつクールです。こういうことされると困るのです。お前のどこを見たら最強でクールなんだよ。虚弱なベイビーだろが。むっけー、もう怒ったのです。エルシーの持てる全権力、全コネクション、全財力を用いてでも後悔させてやる。覚悟するのです。おーおー、そいつはクールなやり方だな。最強なのはお前の家であって、お前じゃねえけどな。表出上がれなのです。ステージの上で血祭りにあげてやるのです。上等だ。お前とはいつか決着つけてやろうと思ってたんだ。ぶっ潰してやる。ダメです、せっかくステージから降ろせたのに。どうしてまた、誰か止めて。いや、お前ら。ああ、分かったよ。もう怒ってね、喧嘩もしね。なあ、エルシー。確かに大人げなかったのです。誰なのですか、その子たちは。私の弟と妹だ。こっちからミック、ジョナサン、マリー。なんでお前が謝るんだよ。当たり前だろ、余裕で優勝だ。優勝商品は最新ゲーム機。もしかしてそのゲーム機をあげるために。そんなの買ってあげればいいのです。バーカ、それじゃあかっこよくねえだろ。勝ってゲットするから、強くて頼れる姉ちゃんなんだろ。まあいいです、今回のことは特別に多めに見てあげるのです。その代わりにネオ様を探す手伝いをしてください。お断りだね。私はネオを倒すためにユニットに入ってるんだ。仲良しこよしがしたいんじゃねえ。そういうのはストーカーのお前らだけでやってろよ。こいつらのマータと調子出ねえな。ほら、3人とも帰るぞ。早速ゲームやろうぜ。行っちゃいましたね。ネオ様を倒すってベロニカさんずっと言ってますけど、あの諦めの悪さはもう立派なストーカーだと思います。バカか、もっと言ってやるのです。ほんとムカつく人。どうして同じユニットにいるんでしょう。アビスメアはあくまでネオ様を中心とした集まり。どんな人であれ、パフォーマンスが良ければそれでいいのです。確かにベロニカさんもとても歌が上手いですからね。ネオ様ほどではありませんけど。ベロニカのおバカはムカつきますが、アビスメアが仲良しこよしのユニットじゃないというのは同意です。さよならソフィア、エルシーはエルシーで探すのです。振り出しに戻ってしまいました。それにしてもネオ様、どこに行ってしまったのでしょう。